要はあれですよね、両手でシュートを打つと、セットするときは体の真ん中ってことですよね、そうなんですねボールポジションがやっぱり真ん中にあるっていうのは、まあ、基本的にはボールとゴールを結んだライン上にディフェンスはいなさいっていうのが基本ですから、そうすると正面にあると、やっぱり制限されてくるんじゃないかなと思うんですよねその分こう、若干ディフェンスと、ね、距離も少し取らなきゃいけない,い,けないシュート打てないという。 まあ本当にもうバスケットにおけるのはもう本当にワンハンドが主流になってるのかなというふうに思いますよね。はい、片手で扱えるとそのままパスパスそうドライブいろんなことができるしそこからそのフェイクでシュートもできるしで尾ちよくディエンスでハンズアップしなさい って言ってるんだけどなかなか習慣づいてないっていうのも確かにあるんですよねで一瞬上げるけどやっぱり手が下がってくるそうすると頭の上の空間が非常にもうシュートはもう打ちやすくなってくると思うんですよね。ボースハンドの場合は若干体がディフェンスが間合いを詰めるとなかなか打ちづらいんじゃないかなっていうふうには思いますね。 最初構えるところがですね、はい、これは要するに手首でのをしっかり角度を作るっていうことですね。そうですね。はい、ボールを下に、床にこう押し付、はい、ける感じですね。はい、そこからボールを持ち上げてくると。はいはい これが先ほどおっしゃっていた体の真ん中じゃないってことです、ねで。そうですね。ここがシューティングポケットってだと思うんですけど、とかトリプルスレッドポジションってこの辺になってくるのかな。あちょうど左側に今、斜め。 からあるんですか、ねはい。そして先ほど言ってたパスですね、はい。で、この時に最後のフィニッシュがまっすぐか若干そに手首が向くって感じですよね。この子はそうしてますけど。とても柔らかいですね、これ、ね、はい。 でもこれ、ボールが来るじゃないですか。キャッチした瞬間の手首、この角度なんですよね。この子、あんまり、例えば手首を動かしたりはしてないじゃないですか。ということは、パスを受けたときは、普通はみんなこういう形になるんですよね。この,このままの状態ってことですか手首は変わんないですもんね、はい。でも意外にうちの選手もそうですけど、ボールを、な手首を伸ばしちゃって、 しまう選手がいるんで、すよねでまたそこから同じように手のひらを乗せるために曲げたりするので、うまく力が伝わらないかもしれないです。キャッチの時にあれですよね、はい、手首が曲がらないと多分ボ、手のひら下向いてます、ねはい、ボールキャッチできないので、誰もが多分こういう形を作ってると思います、キャッチした時には。 でここからまたパスをするんですよね。少し間なりになっていくと、若干手を伸ばしたよりボールが若干遅く出ていくようなイメージですね。ボールがいい回転をしていると思います。先ほど腕をスイングというのはどういうイメージかという質問が来たんですけど、これですね。普通に前後前後しているだけです。はい こういう感じですよ、ね、いやすごいきれいはい形から入ってないしでそこから今度はそこにボールを通過点にあってそのまま伸ばすという感じですねこれはさっきの下からというよりは上に上がってからということです、ねはい 要するに手がグーッと上がってきて、まあこれ止めてますけど、基本的には肘が上がってきて、この辺から肘を使ってシュートに入っていくといいって感じですよね。それをワンモーションでやっていけば一番いいと思うんですよね。ちょっとわこう分けたってことですよね。はい。お申し込みの際にいくつか質問をちょっといただいたので、えー まあ全部ではないですけども、ちょっとその辺をお答えいただいても良いですか。はい、最初は、えー、女子プレイヤーのワンハンドシュートは届かないと思っている気持ちへの接し方はどのように解決しますかこれはミニバスとか中学の女子を教えてもらいままあね、これは僕たち男子だからこう固定概念をやっぱ崩さないとあんないって、僕たちは。 簡単に言えますけどまあやっぱり先ほどから言ってるようにワンハンドのメリットがいろいろあるわけで両手と比べてどっちがメリットが多いのかとかとかシュートの多分ゴール下で最初は両手でやっててもだんだんディフェンス来ると片手にならざるを得ないと思うんですよね。そうすると2つのシュートの練習をいっぱいしないとはないわけですよね。 いうことを考えると、まあ、ワンハンドをシュートをこう指導していった方がいいのかなと多少なり両手に近くても最終的に離れるのが左手の方になっていけばもうだんだん変わってくると思うんですよね。でうちの女子のバスケットの子がよくシューティングしてて両手で打ってる子もいるんですけどえどっから両手でどっから。 たら,、ね、<laughs> ら距,離距離の問題ですねそれ,それが迷うので、なんか打てない時がありますって言ってるので、まあ、そういうことも含めて考えたら、まあ、ワンハンドに統一したらいいのかなと思うんですよねこれ、実際、先ほど池内さんの,あの動画にも出てきた子どもたちも、普通に小学生からワンハンドでやってると、届きますよねそうなんですよね。 だから、まあ、さっきフィリピンの話も出ましたけど、女の子はみんなほとんどワンハンドなので、できないことはないのかなというふうに思うし。あの、ごめんなさい、僕の個人的な意見ですけど、バスケットって、シュートってワンハンドなんですよ、多分、はい、勝手に両手にしてるんです、日本が。かもしれないです、ね。日本ぐらいしかないですもんね、世界行っても、ほぼ。あと、あれですよね、あの、 大きいボールとか重いボールをじゃあ、世の中で両手で投げる競技があるのかってたら、ないんですよ、たぶんね。じゃあ、ボーサンドじゃないと届かない、片手だと,と,あ両片手だと届かなくて、両手だと届くって言うんですけど、じゃあ、ボールを遠くにパスをするときに、チェストパスよりはワンハンドパスの方が絶対取いますよね。 そういうことも含めて考えると別にワンハンドでもいけるのかなやり方次第じゃないかなっていうふうに思うんですけど。